10月の課題は、奥琵琶湖の、菅浦ですね。で、これ皆さんに渡してる写真は、コスモスが写ってないんですけど、で、私もそのまんまで縦構図で描いています。5年ほど前に同じ場所、ちょっと違う角度ですが、コスモスを入れた絵をこんな風に描いてます。で、まあこれもありかなというところで、参考資料を同封しています。ただし、マスキングをやっぱり使わないといけないので、かなり丁寧に、もうマスキングをした段階で、花びらは花びらにコスモスに見えるように、マスキングをしていただければと思います。で、その場合は下を切って横構図にした方がいいと思いますね。で、私は、そのまんまで、ネタのまま、水底を見せるというような、方向で絵を描いています。ということで、水を今引いていますが、住宅の部分に関しては、集落の部分に関しては空のブルーも海のブルーも、入れていかないので水は引いてないですね。写真はどちらかというと天気がいい日でなくて、これ曇りなんですよね。せっかくかなりこう行きにくい場所なんですが、無理やりタクシーを使って行ってみたんですけど、お日様は出てくれませんでした。なので、写真はこう光と影があまり感じられないです。ですが、まああまり強いブルーはまたそれはそれで違和感あって、こう寂れた集落の雰囲気は出しにくいので、うっすらブルー程度にとどめています。で、まあ、写真見てもお分かりのように水平線が曖昧になってて、空がそのまま琵琶湖のこの水に同化しているというような状況になってます。まあ、これはこれで面白いなと思いますけど、はっきりさせる必要はまああんまないのかなという気はしています。まあ水に関しては、左に映り込みが入っていってかなり強い色を置くんで、ブルーは入れていません。あと、まあ、これも、大事なことなんですけど、コスモスこんな風に咲いてる時期って割とやっぱり10月の早い時期だったりして、背景にある緑はもうほとんど夏あたりの緑と現実は変わらないんですね。で、これだと、このまんま描いてもちょっと面白くないんで、まあ、コスモスは置いといてですよ。置いといても面白くないんで、背景の緑の色を紅葉風に、渋めの紅葉ですけどね、そういう方向にちょっとやってみようかなということです。で、最近もうほとんどの方が、まあ、通信でこう帰ってくる絵を拝見してても、もう模写は本当にお上手になってて、結局色を出す、それから明暗をつける、さらに筆の動きですね、そういうものに関してももうほとんどもう私と同じかそれ以上に皆さんお上手で、そのまんま模写をしていただくというようなことは、
まあ、ここまでみんなができるようになるとあんまり意味がないのかなという気もしています。それで写真はこうだけど私はこんな風に描くというところをちょっとしばらく続くかもしれないですけど、まあたまにになるかもしれませんが、こんなことをやってみようかなと思っています。まあそういうふうにすると嫌でも写真を見てそのまま書こうということはできなくなるので、皆さんがご自分の絵を描くときも、もう嫌でもいろんなことをこう想像したり、写真よりもっとよく見せるには、まあ、どうしたらいいかなということを考えていただけるのかなという気はしています。で、こんな風に色を置いているわけですね。 色に変化をつけて、で光もさらにですね、光も曖昧な光になってるんで、僕はこの絵を描くときに、右方向からの光、まあ、ちょっと逆光加減の右方向からの光という前提で、後ろの山、それから、集落の建物ですね、ここら辺も要は右が明るく、こっち向いてる面を暗く、その辺は多少メリハリを効かせています。で一つ、ワンというか挟んで遠くに今、右の遠くに塗ったところも基本的にはそれは同じ緑なんですが、こんな風にちょっと色で、遠近感をつける、これも大事なことです。まああんまりこれもブルーを強くすると前に来ちゃうんで、まあブルーというよりはかなりグレーですね。でかつ、手前のこの、紅葉の緑とあんまりそぐわないようにちょっとこうかなりグレッシュな色を使っています。最終的にはこっちにもちょっと緑っぽい色を置いてますけど、から、住宅に入りますね。まあぼかしで追っかけるのはこの程度で終えといた方が無難ですね。まあ、この段階でさらに強い色を置いて山の形を決めちゃおうとかっていうと、暗さばっかりが前面に出てきちゃって明暗の調整がとても難しいです。なのでここでやめた方が無難ですね。まあ若干の色といえば今塗っているマガニズ系の、まあ、緑系の青がピッパッとこう目に飛び込んでくるんですけど、まあないよりはいいかというところで色でちょっと置いてみます。まあ写真も小さいんでなんだか分かんないっちゃなんだか分かんないんですけど、まあ僕にとっては何でもよくて、そこにこういうブルーがあるということだけで僕は絵を描いてます。割と考えないです。何がどうなってるみたいなことは、まあ、そういう癖がついてますね私は。まあ、この集落の、建物がこう石垣を組んだ基礎の上にこう立ってるんで、その部分を塗ってます。Thank you.
まあこの住宅に絡む緑を実際のあの写真よりはちょっと多めに描いてます。まあ緑がちょっと住宅に絡むぐらいの方が自然かなというところです。まあこの緑もあんまりあのビリジャンとかあの青緑系の強い色はそぐわないですね。まあシャドングリーンをさらに汚すみたいな色から赤黄色系に振った方が、自然かと思います。ただまあ色のまとめ方は結構やっぱり人それぞれ、好き好き入っていく部分も多いのであんまり、強制はしません。で、僕はこんな風にするというところで見ていただければいいかと思います。で、今あの住宅の部分の石垣とそれからこの護岸の部分に若干の、まあ1ミリ2ミリ程度の隙間を空けて、塗っています。まあ、手前強く奥甘くですね。まあ、ここまでだとこのぐらいの明暗でいいかなというところなんですけどね。これやっぱり、最終的にこの湖の面も、映り込みを入って暗く入ってくるとあの今塗ってる護岸だったり石垣がやっぱ明るく見えてきますね。まあこれも仕方ないですね。相対的に明暗は感じますからね。で今度山はもう一度手入れてます。やっぱぼかしだけだと形が不明瞭になるのは、まあ、僕はあんまり好きじゃないんで、そういう意味でやっぱりタッチもこう入れたいなというのは、まあ、私はそうですね。まあ置いてる色が強ければこんな風に、水で払ってあげればいいです。でこのタッチ入れる時も微妙にこう色をあの黄色入れたり赤入れたり、まあ、オレンジ系統ですか入れたりシャドウグリーンで調整しながら、色相を微妙に変えています。屋根は裏よりも裏の緑よりも明るくですね。これはね、こっち向いてる面も、湖の方に流れてる面も基本的には、裏の山よりは明るいと。なので、勢い余って、屋根にぶつけないようにそこは気をつけましょう。ただまあこんな風に避けていますとその屋根の部分だけが強くぐるっとこう綺麗にあの線で回ってしまうとまたそれはとても嘘っぽくなります。そこはすごくすごく気をつけてほしいですね。ですからこの屋根にぶつかる暗さ、まあ、裏山の暗さなんですけどあのぶつける箇所によって微妙に色を変えてあげたり、こう伸ばしてごまかしのタッチを入れるにしても、形を変えたりすることであの住宅と、裏山とのつながりが嘘っぽくならないですね。左の一番強い色を置いたところが乾いちゃいますね。早いところそのさらっと上の方だけでも払いたいですね。
もう遅いですね。これ乾いてますね。さっさとやれよ。今やってますね。もう乾いてますよね。カドミウムレッドディープに、イエローディープですね。焦点の話は、していませんでしたが、これおおむね平行なところを見る、まあ地平線のあたりということになるんで、まあ石垣のこの住宅が建ってる石垣の上あたりですかね。ここほとんどまっすぐですよね。写真はですね。これ横構図にすると住宅の部分が結構大きな面積になってくるんで、まあその分水底を描いたりしなくてよくなるんですけど、まあどっちもどっちですね。多少手間になりますが、ある程度しっかり下書きはした方がいいですね。まあ日本家屋っていうのはこう日差しが長めにこう伸びてるんで、まあ、海外ヨーロッパの古い建物のように塗って窓変えて終わりっていうわけにはなかなかいかないんですよね、これが。なので下書きはある程度しっかり追いかけないと苦しいですよ。この辺りやってる時っていうのはちょっと我慢の時ですね。あんまりまだ全体が見えてこないんですけど、今ちょっと、ビデオ飛ばしちゃいましたけど、茶色っぽい外壁、これ写真結構出てますよね。まあこの部分を今入れたんですね。そうすると今度は手前側ですね、こちら向いてる面をある程度落とすことで形が明るい暗いが亮光になって、見えてくるんで、形は捉えやすくなると思います。こういう日本家屋の絵を描いたりすると、まあよく多いパターンがですね、軒の屋根のこう下に影をちょっと強めに入れる。まあ僕も強めに入れてますね、今もね。入れてるんだけど、今度は森側ですね、山側も暗いラインでこう囲ってしまう方がとても多いんですよ。なのでもうそこは本当に注意してほしいですね。そういう囲った絵を仕上げると
もう見ただけで嘘になります。なので、要は自然に見えないんですけどね。だからそこは本当に気をつけてほしいです。まあ、どこまでも明暗でその屋根を表現するという形、描き方が望ましいです。今、空に水引いてますけど、もうちょっと強くていいかなというところで、水引いてパレットをきれいにしてます。マッチカラーのブルーとウルトラマリンを混ぜてますね。マッチカラーのブルーはやっぱりかなり鮮やかなんで、単色だとやっぱり気持ち悪くなりますね。で、これ今ブルー、こういう状況でブルーを入れるとき、山にぶつけない方がいいですね。このぐらいのブルーでも山にぶつけると、この緑の色が山の紅葉の色が死んでしまいます。それからかかったところがエッジが立ってくるんで、僕は水は引いたけどそこまで突っ込んでないですね、筆は。ここはここも大事ですね。とにかくぶつけないことです、こういういじりをした時は。で、なんとなく雲かなという程度の表現に今回は留めています。ちょっとこの出っ張った半島っぽい山、緑の形が窮屈なんで少し伸ばしました。から水に入ってますね。水もまあ緩やかなこう揺らぎを感じる程度で僕はいいと思うんですけど、あんまりこうしつこく遠くまで強くやる必要はないです。それと写真気をつけてほしいんですけど、下の方に白い色が映ってますが、これはもちろん空にある大きな雲が映って白く見えてるわけですね。で、僕は写真とは変えて、青い空、ちっちゃな白い雲という描き方をしてるんで、私はこんな風にブルーをかなり下の方まで下ろしています。まあ、この写真の通りに描いても別におかしくはないと思いますけどね。まあ、うっすらこんな風に手前に石ころを、水底をここでも見せるというやり方もありかなと思いますけどね。今は濡れている時に、まあちょっと波っぽいものを描いて、さらにぼかしが入るようにしています。まあ、これもタイミング間違えるとみんな潰れちゃいますので、くれぐれもここは注意が必要ですね。しっかり跡をつけて悪いわけじゃないんですけど、まあなんか柔らかく見せたいんですよね、この辺り。私はそうなんですね。なので、濡れている時にここらつないでます。
り込みの最初は、まあ住宅の少し、まあ、白っぽい色、ただまあ紙の白っていうわけにいかないんで、まあ、やっぱり、実像のこの住宅よりはやや暗めでしょうね。で僕が今置いてる暗い色をこう縦にぶつけてるんですけど、これも今この瞬間に乾いてちょうどいいぐらいなんですが、やっぱりあの時間を置くとかなり明るくなってしまうんですね。でブルーを、右の方に物置っぽいものを映し込んでますが、この辺りもやっぱり上にこう異質な色がちょこっとですよ、ちょこっとこうあるとそれが水移りにも反映してくるんで、まあいいかなと僕は思いますけどね。まあ、水は僕引かないでやってますけど、水を引かないとこう色を作ったりタッチを入れたりしてる時にもうどん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 端っこが乾いてしまう方は、水を引いてからやるといいです。ただしですね、水移りが空のブルーに変わる部分ですか、そのあたりまで水を引いてしまうと今度はシャープにしたい水移りがシャープにできなくなります。これは困るので、水を引く場所に関しては注意が必要です。全部引いてはいけません。今ずっと左手で紙の上の方を持ってますけど、下に垂らしたいんですよね。濡れてる状況で下に垂らしたいんで、ずっと私は傾けながら描いています。さっき言ってたところはこの辺りですね。こう空の映りにぶつかるところはしっかりタッチをつけたいんですね。中はボケていいですね。中はボケていいんだけど、空にぶつかって映り込みが終わる場所、ここはしっかりタッチをつけたいんです。皆さんにあげてる写真はこの左の突堤というか、あの防波堤の部分でこう足元が隠れて見えてないんですけど、すいません、こう想像してやりましょう。これを入れて絵は良くならないですからね。まっすぐに立っちゃってるし、まあこれはカットするのは仕方ないですね。このぐらい暗さを入れていくと、住宅の映りの部分が物足りないというのがよくわかりますね。これは多分今入れないと思いますね。もうほとんど乾いてきちゃってるんで、これで一回乾かしてドライヤー当てて、
で水引いてもう一回ですね。まあ結構暗い色を置いたつもりなんですが、やっぱ、まあ、こう周りに暗い色を置いていくと明るく見える、まあ、こういうもんです。今日の、動画は65分ぐらいなんですけど、ちょうど半分ぐらいですかね。あと半分あります。これ写り込みのこの色味なんですが、写真だけ見て描いてると上が普通の緑なんで、その緑のまま、落とし込むことになります。くれぐれも、皆さんご自分が描いた上の実像の緑の色合い、そこを頭に入れながらここを描いてください。上は紅葉で下は、紅葉でない緑の移りになっちまうと、それはまあおかしいし、ありえないですよね。であんまりこう一生懸命になってこう集中しすぎるとちょっとミスすると思うんで、そこは気をつけてほしいです。くれぐれもさっき言ってたこの中央の部分ですね、水引いてさらに強い色を置いてます。で、まあこんなことやるときはもうあんまり僕写真とかもうこの段階っていうのは割と見ないです。こう上がどう映るかな、どう映したら自然に見えるかなというところはすごく考えてますけど、写真はほとんど見ないですこの段階は。まあ、今回の題材は、まあ、一番最初に話しましたように、まあ、多分何人かはコスモスを入れた絵を仕上げてくれるかなとかって期待してるんですけど、まあ、そういう意味ではただ単に模写でなくて、まあ、こんな風に、私の通信ではありますが、自分ならこうするというところを出してちょっとこう出していただけると私もとても嬉しいですね。最近の教室、まあ、リアル教室なんですけど、
公表の時に、まあ、10枚前後並べて私の絵を一番端っこに置いといてこう眺めるんですけど、もうほとんどもう僕の絵どこにあるのっていう感じぐらい皆さんお上手です。なのでやっぱりもう十二分に技術的なところは身についているのかなというふうに思っています。水底を描いてるんですけど、これスパッタリングしてまあ明るくなりますわね。でそこをこうちょっと石っぽくその手前を乾かしてからですよ、その明るくなった周囲を逆に落としてあげることで、水底の中のちょっと明るい石ころに見えてきますね。まあ、こんなのも水のスパッタリングのまあ使い方としてはこんなやり方もあるよと。まあ、ただし皆さんとてもでかくスパッタリングするのはうまいんですけど、こうスパッタリングの大きさの調整というのがなかなか苦手なようで、これも練習なんですけどね。筆につける、水の量とあとは多少の乾き具合ですね。乾き具合よりは筆に含む水の量の方が大事だと思います。僕は水つけますけど 100% 雑巾でその水をこう払って、その上で、スパッタリングしてます。まあ、それでも大きく飛んじゃうときちょっと強い力でやれば大きいの飛びますからね。まあ、いつも言うように場所だったり大きさの調整ができない方は筆で置けばいいんですよ。スパッタリングをわざとやろうとしないで筆を置けばいいです。水がついた筆を優しく置いてあげればできます。まあ、水底を描く時の注意点は石ころですね。これベースの色が明暗も微妙にこう変わってるわけです。なので、その石ころを結局石ころを描くといっても暗い色を置くしかもう方法ないわけです。でその暗い色も微妙に変える色味を微妙に変えることが一つ、それからいきなり強く入らないということです。ちょっと物足りないなぐらいの色で、明度で、石ころを描き出して、で部分的に、さらに強い色を置く、そんな描き方がいいです。で、あとは囲わないことですよね。やっぱりぐるっと周りを一周囲んじゃうとですね、これがまた屋根と一緒でおかしくなるんですよ。嘘っぽくなるんです。なのでそこも本当気をつけてほしいですね。で水移りの場合はこんな風に縦に流れるものがあると水移りにこう見えるもんなんですよ。なので、物足りない場合は電線じゃなくて電柱の量を増やしたりしてもいいと思いますけどね。その方が出来上がった絵は自然だと思いますけど、まあ、ここいらあたりももうあんまり写真見ないで自分の絵の中で、作り上げた方がいい部分ですね。ティッシュ使うなって言ってますけど、今私使ってましたね。後ろ側の向こうの一山越えたあたりの色がちょっと弱いなという気がして触ってます。下の水平線、水際をちょっと強め、上は甘めですかね。
このぐらいの、サイズの住宅だと、瓦のトップの、部分のを表現しようとかっていうのもなかなか苦しいもあるんですけどね。これ横構図の場合は結構でかくなると思います。だから横構図の場合はさっきも言ったけど下書きをある程度しっかりやっとかないと、苦しいですかね。瓦も今書いてますけど、こっち向いてる面はともかく、あの湖側に流れてる方向は、まあ、パースもきついとこなんでなくてもいいと思いますけど。でまた何の鳥だか分からないですけど書いてます。ちょっと下の方汚しちゃったんですよ。でとりわけ真っ白いところにポツンと汚れてたんで、これしかないなと。得意のごまかしですね。まあこのぐらい8割9割型、まあ9割型って言っていいのかな、このぐらいまでできると、あのもう本当にこの自分が作ってる絵の中で、メリハリの甘いところ、表現がしっかりできてないところ、意識的にこう明暗をつけていく作業が必要ですね。でそれはやっぱり自分の絵を見ながら再構築するみたいなところになるんで、どこまでも写真見ながら写真の通りに描くというやり方だと、苦しいですね。まあ、ここの護岸の部分もこんな風にこれなんて言うんだろう、波消しみたいな感じで縦にこうスリットが入ってるんですよね。まあさすがにこんなもんできないんで、強いラインをこうちょっと軽めに置いて、石垣っぽくなっちゃうんだけど、角度的にはまっすぐ立てないでこんな風に少し斜めに入れてあげると、それが護岸だよっていうことは割と分かりやすくなりますね。今ちょっとこの基礎の石垣の擁壁のあたり手入れてますけど、まあこれも石垣に見えるようにとかっていうのはあんまりいらないだろうなという気はしますけどね。今は石垣のこっち向いてる面ですね。ですから日はあんまり受けてない面ということで落としてます。まあ入り口があるんで多分ここが石垣が階段状になってるんですかね、想像するのに。
まあ、こんな風に住宅を表現するときに私がちょこっとこう気をつけてるっていうのか、その部分って、例えば石垣の上、それから護岸のトップ、要は物と物とが違うものがぶつかってるみたいなところですね。そこにこう1ミリぐらいでいいから、あの綺麗に1ミリ残すとまた嘘になるんですが、1ミリぐらいの明るさをちょっと残してあげる、それは割と自然に見えますね。要は角が見えてる、デスミということですね。デスミは明るくていいですからね。今幹描いてますけど、枝ですね。あの写真にはどこにも幹なんて見えやしないです。ちょっと手前の方だけでもなんかちょっとあっていいかなと、そんなとこです。これももうなんていうか、パッと見目に飛び込んでくるような強さは不要ですね。あの見てる間に、あ、これ幹なのかな、枝なのかなっていう程度の見せ方が望ましいんじゃないかなと思います。まあ自分で描いた絵なんですけど、この辺まで来るとあのやっぱりまだ住宅が映り込んでるあたりがあの明るいですね。これやっぱりまだ入れたいですね、縦のこう流れをね。どうしようか考えてるんですね、これ。裏山の色合いをちょっと水移りに、加味しようということで黄色系の色を置きました。縦の移りですね、あのこっち向いてる面の、 あの生地の色の移り込みをもうちょっと強く出してもいいかなということです。今やってるあたりはこれ皆さんはご自分であの水彩紙に下書きをした時点で明るいところ暗いところの位置だったり大きさが変わってくるんで、これ僕の描いてるまんまを真似するんじゃなくて、自分で描いてる実像、集落の実像をひっくり返してどう映るか、それを頭にちょこっと入れておかないと上と下がちぐはぐになりますね。あとこれあの屋根の明るさがあの湖面の方には映り込まないと思います。まあこう斜めに入っていってるんで映り込む面にはならないんですね。でそこも注意した方がいいですね。要は壁だけ映し込むという考え方でいいと思います。でこう出来上がってきてですね、あの水移りの護岸の下をちょっと強めに入れすぎちゃったんで、あのこっちを
護岸自体を少し汚した方が自然かな、その方がこう、まあ、こんな風に石垣との差別化ができていいかなという風に思って再度塗りました。でこれ下 の, 湖の面にこう強い色を入れちゃってるんで、今置いてるみたいな暗さが湖の面に、まあ、1ミリ2ミリ流れ込むと、またそこがさらにエッジが立ってくるんで、それをティッシュで拭いてたんです。この護岸と湖がぶつかる面は入り墨になりますので、どっちが明るいどっちが暗いというより、はっきりするより両方とも暗い部分がぶつかってる方が自然ですね。から遠くの一皮離れた遠くの緑を、まあ、それとなく甘めに写しています。触ってるからまたいじるんでしょう、多分。こっち向いてる面がやっぱり壁の白さばっかり気になってて落としきれなかったんですね。なもんでちょこっと触りました。で護岸を暗くしたんで下をまたさらにいじってます。なかなか最初からこの暗さに行ければいいんですけどね、できないですね。私もそこはこう今塗ってるところはちょっとずっと自分のビデオ見ながらなんですけど気になってましたね。ここはやっぱ落としたいですよね。これはね水引いてますからね、まあ水引かないでやるのもありなんですけど、その場合はこう筆一本置くたんびに払ってあげないと嘘っぽくなりますよ。しっかり跡つけるっていう絵もあっていいんですけど、この場合はぼかし入れたいですよね。まあ今入れてるタッチはなんか窓があるから、まあ、窓も映るだろうかというところなんですけど、何もないところにはねこんな風にやっぱりちょっと嘘でも手入れちゃった方がいいですよ。この段階ぐらいでいいですよ。こんな風に軒下の屋根の出に対しての暗さを入れるには、初めの段階でですね、あまりに強い色で囲っちゃうと、もうそれに引っ張られちゃうんで、とにかく強い色はもう絵が9割出来上がってから部分的に入れるということを忘れないでください。でそうしてあげることで明暗の階調が深くなります。要は1の次にいきなり5に入らないで、ちゃんと2番3番4番という暗さを与えてから5を入れる。そうするとその5の暗さの量が少なくて済むんですよ。なのに1の次にいきなり5に入っちゃうとですね、周囲がまた暗くなるし、
その暗い線ばっかりが、要はね、暗い色っていうのはとても形が出しやすいんですね。なので筆を入れた瞬間に形が見えてくるんで、とてもこう良くなったような気がするんですけど、そこは気をつけてくれるといいです。電柱の写りもやっといたんですけど、結構こう落とし込んだ結果甘くなってきちゃったんで、もう一度やってます。自分の動画見てても手が邪魔でよくわかんないですね。しょうがないですけど。上の方の実像の緑の暗さですね、多分、うん、微妙に入れてますね。出ないでしょうっていう感じ。もう黄緑あんまり使わない色だから出ないんだな。まあ石垣、古びた石垣なんでいろんな色があってもいいかなと思って、暖色系の色だけじゃつまんないんで、今、うん、緑だか緑でないんだか分かんないような色もちょっと置いてます。まあ、こういうわけのわかんないこともやるわけです。まあ結構いろいろ頭の中、手が止まってるんだけど頭の中はいろいろ考えてはいます。見えないけど。これ水移りやって、水移りにまあ、こう見えた方がいいかなっていう、要は縦に流すラインが必要なわけですよね。何回も見ますけど、でそこにこう無理やり入れたら、今度上にももしないのに入れたら、上の住宅の部分にも何か入れてあげればいいです。そういう意味では本来は実像が写ってそう見えるように描けばいいんですけど、そうは言ってもなかなかうまくいかない時もあるんで、下に入れちゃって下をよく見せたら、今度それに合わせて上もいじるというのもあっていいと思いますよ。
出来上がったら別れしませんから、そんなことは見る人に。とにかく私水結構いじってますけど、こうイライラして途中でバサバサっていうことあんましないでください。とにかく慎重に触って、なるべくこう水を引いて、きれいにぼかしができるようにということを意識してもらえるといいです。焦っちゃダメです。最初にやった、まあ、揺らぎ、手前の揺らぎがちょっと甘いかなと思って水引いてます。もうちょっと強い揺らぎにしようかなというふうに思ってます。で、まあブルーは汚れにとても弱い色なんで、こんなふうにパレットをたまにはきれいにします。これパレットから画面から外れてる時に僕雑巾で拭いてるんですよ、基本的には。絵の具たくさん作りますし、たくさん筆につけるんですけど、雑巾で払ってます、余計な絵の具を。ですから、まあ、僕の絵はこう表面張力がこうできたような、水たまりには塗った瞬間ならない。で、水たまりができちゃうと乾くまで色が読めない、そういうことになりますんで、僕は嫌いなんで、雑巾をもう相当絵の具吸わせてますね、雑巾に。悩んでますね。はっきりしてほしいですね。すいません。こっちもこういういじり方するときは水引いてますから。もう終わりですね。最後に手前の揺らぎにちょっと手入れるぐらいですね。で、線描筆の細いの使う、太めの使うと、どうしてもこの細く入れられないんで、これも真ん中に、暗いラインの真ん中に通したいんですよね。で、白いライン、空が明るく映ってるところが多すぎるとおかしいんで、こんな風に間にまた入れたりもします。今引いた上のあたりにもうちょっと強く入れてもいいですね。
ちょっと弱いかな。いきなり弱くなりすぎちゃったかな。はい、お疲れ様でした。